いやー、確かに50代の着こなしって難しいんだよな。30代とか40代前半まではなんとかトレンド感のある着こなしも似合うんだけども、まあ、それ以降40代後半から50代ってなかなかトレンド感満載でも似合わないし、体型だとか雰囲気も変わってくるからカジュアルすぎるものも似合わない。じゃあ何着ればいいのか分かんないっていう方結構多いと思うんだよな。ここ最近50代向けの動画出してるけども、そういえば50代のリアルな着こなし事例出してないからそろそろ撮らなくちゃいけないな、ということで、皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。冒頭にもお伝えした通り、ここ最近ですね、50代の男性に向けたですね、様々なファッション情報をお届けするようにしてるんですね。これがですね、すごい熱量で皆さんからいっぱいのコメントをいただいてるんですね。確かに毎回お伝えしてると思いますが、50代向けのファッション情報あまり多くはないですし、あったとしても結構高いものがご紹介されていたりだとか、逆にユニクロだとかそのあたりの低価格帯のものをご紹介しているチャンネルもあるんですが、まあ、その中間的なところですね。うまくユニクロは使いたいものの、全身ユニクロだとちょっと大人見えしないので、うまくセレクトショップのオリジナルなんかも交えながら程よく大人っぽい着こなしを実現することが結構大事だと個人的には感じてるんですね。ですので今回の動画では50代の方の着こなしの事例として、僕自身がですね、実際に3つのコーディネートをご紹介をしてみたいなと思っています。どの着こなしにおいてもベースにあるのは定番的でベーシックな着こなしです。サイズ感に関してもジャストサイズからほんの少しゆとりを出したぐらいまでに抑えるようにしていますし、アイテム選びも結構プレーンなものが多いんですが、とは言ってもプレーンと言いながらも時代の流れだとか雰囲気というものはうまく反映させていただいた方がより若々しく見えるかなと思うので、このあたりを抑えながらしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、もちろん50代の方にも見ていただきたいですし、40代のベーシックですとか定番志向の方にはバチッとハマるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながら大人の春の定番コーデをですね、楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、50代の大人の男性におすすめの春コーデを解説していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目の着こなしから紹介したいなと思います。今回の着こなしはですね、3つある中で最もですね、再現性が高く気軽にトライしやすいものかなと思うので、まあ、ぜひですね、参考にしていただきたいんですが、まずはですね、一番外側に着てるのはグレー系のシャツになります。これは僕のブランドソウで展開しているグレーのウールライクシャツなんですが、まあ、このような少しこうウール感のあるようなグレーのシャツって大人世代にはすごく似合いやすいんですね。先ほどもお伝えした通り、50代になってくるとカジュアルな着こなしよりも少しきれいめな方がしっくり着やすいので、まあ、そんな時にちょっとこういったジャケットのような質感のですね、ウールライクなものを着てもらうとすごくハマりがいいんですね。まあ、ちなみにですね、僕のブランドのものは今在庫がほとんどないので、代わりにですね、こちらユニクロの感動シャツジャケットのウールライクバージョンですね、こちらのグレーを選んでいただければほぼ同じような見た目になるので、まあ、こちらを選んでいただきたいなと思っています。こちらの商品先日もご紹介しましたが、すごく名作で大人世代であれば1枚持っておいてまず損がないアイテムかなと思います。ジャケットよりはカジュアルなんだけども、通常のコットンシャツに比べるとはるかに大人見えして綺麗な雰囲気になるので、すごくバランスがいいかなと思います。そしてその内側に着てるのは、まあ、白 T とかでもいいんですが、今回はですね、細かなボーダーの入ったカットソーを着ています。これは私物のスティルバイハンドというブランドのものなんですが、ユニクロだったらエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツのマイクロボーダーのものがあるので、まあ、そちらを入れてもらうのもバランスがいいかなと思います。白だとより爽やかな雰囲気になりますし、ボーダーだとちょっとですね、カジュアル感が追加されるんですね。まあ、シャツ自体がちょっときれいめなので、それに対してちょっとボーダーの T シャツで少しカジュアル感を出すような雰囲気になっています。そしてボトムスに関してはブラックですね。グレーのシャツに対してブラックのパンツというのは鉄板で合いやすいので、今回はこちらをですね、モノトーンの配色で合わせています。で、今回選んだのはグリーンレベルのオルマイイージーパンツですね。ちょっと手持ちのもので今回コーディネート組んでるので、こちらを使っていますが、
ユニクロだったら感動パンツだとかスマートアンクルパンツですね。ここまではいけると思います。あとは体型で細身の方であればグローバルワークのアーバンスラックスですね。このあたりもいいかなと思いますし、ぜひワイドなシルエットのパンツではなくてテーパードが効いた足が綺麗に見えるボトムスですね。このオルマイイージーパンツに関してもやっぱり綺麗に見えるようなシルエットなので大人世代には似合いやすい一本かなと思います。で、足元はですね白のレザースニーカーを合わせています。まあ、これはですねいろんな白系のレザースニーカーを僕も皆さんにご紹介してますが、今回選んだのはオールスタークップですね。白レザースニーカーの中でも最も定番的な無駄のないシルエットと質の高いレザーの雰囲気ですね。このあたりを兼ね備えた万能な一足なんですが、普段は僕はジャーマントレーナーの方を押すことが多いんですね。ただ50代以降の世代であればミリタリー感のあふれるジャーマントレーナーよりも小切れに見えるオールスタークップの方が使い勝手はいいかなと思うので、今回はこちらを使わせていただきました。このような形で春の着こなしなんですが、結構ベーシックな色合いですね。春らしい色は一切使ってないんですが、大人っぽく着こなしていただければちょうどですねカジュアルすぎずに切れ目すぎないような絶妙な着こなしが実現できるかなと思うので、ぜひ皆さんも再現していただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の着こなしを皆さんにご紹介したいなと思っています。今回はですね珍しくセットアップで組んでみましたが、いかがでしょうか。やっぱりセットアップって圧倒的に楽だし綺麗めに見えるので、50代以降の大人世代には1パターン持っておくと便利な組み合わせになってくるのかなと思います。しかも今回はネイビーのセットアップということで、大人の男の大定番的なカラーリングですし、なおかつ清潔感みたいなところも漂いやすいので、やっぱり持っておくと便利なアイテムかなと思っています。僕が今回着用しているのが、先日もですねグリーンレーベルさんの店舗でご紹介したですねフリーリッチシリーズですね。ジャケットの方なんですが、いわゆるこうビジネスで使えるようなジャストサイズのジャケットよりもほんのり少しだけゆとりを持たせているんですね。肩のラインも少しだけ落ちていますし、ウエストがグッと入っているようなくびれのあるようなシルエットではなくて割とボックス型になっているんですね。これなぜかというとですね、休日にセットアップで過ごすとしてもですねタイトなものだとさすがに窮屈すぎて着づらい部分があるからなんですね。やっぱりセットアップを日常的にさらりと着ていただきたいなと思うので、その際には着心地の良さというところはすごく重要になってくるかなと思うので、このあたりをしっかりと実現しているこちらのフリーリッチシリーズというのは結構大人世代にも使いやすいかなと思います。ちなみに結構ストレッチが縦横効いているので、このあたりもですね楽に着れるんですね。なのでちょっとこうスーツっぽく見えるのでセットアップ苦手だなとか、やや綺麗めすぎないかと思ってる方にもこのシリーズであれば結構着心地がいいんじゃないのかなと思います。でボトムスはですね、このフリーリッチシリーズは太いものとちょっと細めのもの2パターンあるんですが、50代以降の大人世代であれば間違いなく後者の細めのですねオルマイージーパンツと同じようなシルエットのものですね、こちらを選んでいただいた方がバランスがいいかなと思います。特に上半身のジャケットが少しだけゆとりがあるので、ボトムスはゆとり出さないで通常の綺麗に見せてくれるような、そういったですねシルエットのものが圧倒的に使いやすいんじゃないのかなと思います。注意すべきポイントは裾の長さです。ここにこうクシュクシュっとたまりがあるとだらしなく見えてしまうので、ハーフクッションぐらいで仕上げてもらうことがすごく重要かなと思います。そしてこのジャケットの内側なんですが、今回はバンドカラーシャツを合わせています。まあ、セットアップのスタイルというだけで結構堅苦しく見えるので、内側は襟付きのシャツではなくてバンドカラーですっきりとしたものでストライプが入っているものですね。こういったものだと適度にカジュアル感が出せるんですね。しかもタックインするのではなくてタックアウトすることでしっかりとですねカジュアルさも出せるので、これだったら休日の着こなしとしても使い勝手がいいかなと思います。もちろんこれで外でガンガン遊ぶことはできないかなと思うんですが、ちょっとお買い物に行ったりだとか、レストランに食事に行くときにこれぐらいのですねセットアップスタイルがあると一つ便利かなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなと思っています。で足元なんですが、これもですねネイビーのセットアップに対してローファーとかでももちろん合うんですが、ローファー合わせるとよりこうビジネス感が強くなってくるかなと思うので、今回は白系のレザースニーカーを合わせました。
先ほどはオールスタークップでなるべくプレーンに合わせました。それなぜかというと、先ほどはシャツをベースとした着こなしなので、ちょっとカジュアル見えしたので、白レザースニーカーの中でも綺麗めなオールスタークップを合わせたんですが、今回はこのセットアップというところで結構綺麗めなので、ちょっとだけ着崩しの要素を取り入れたかったのでジャーマントレーナーの方を選びましたが、これはですねオールスタークップで選んでもらっても全く問題はありません。手持ちのものでぜひ合わせていただきたいんですが、まあ、そのような意図で今回はジャーマントレーナーを選んでいます。このようなセットアップのスタイルですね、結構使いやすいので、まあ、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいんですが、内側に合わせるシャツなんですが、白無地だとちょっと真面目感強くなるのかなと思うので、ストライプ系にしてもらうだとか、あとは定番的なんですが白 T シャツだとか、ちょっとひねってライトグレーの T シャツも合うと思います。もしくはブラックの T シャツでシャープにまとめるのも結構似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんトライしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、僕の動画の中では定番的なベージュのステンカラーコートを使った春らしい着こなしを組んでみましたが、いかがでしょうか。まあ、先ほどまでですねアウターの色がグレーだとかネイビーだとかちょっと重ためだったので、今回はベージュのステンカラーコートということで、少し春らしいですね明るいカラーを選んでみました。このようなベージュ結構40代50代の大人世代にも似合いやすいので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。まあ、今回着ているのはグリーンレベルの今季のステンカラーコートで、サイズは M なんですが、身長164cm 53kg の僕だったら、もし50代の方におすすめしたいのは S サイズかなと思います。ちょっと普段の感覚で選んでるものなので、ステンカラーコート若干サイズが大きいかなと思うんですが、まあ、ぜひ皆さんのジャストサイズで選んでいただきたいなと思います。続いてその内側に着てるものなんですが、一番下には白のバンドカラーシャツを合わせていまして、その上にですねこれはライトブルーのですね、これ無印良品の今季のニットを合わせています。まあ、これどういった理由で選んでるのかと言いますと、結構僕はですね一番下に白の丸首の T シャツを着ることが多いんですが、まあ、大人世代の場合ですねバンドカラーシャツの襟をちょっと覗かせた方がより大人っぽく小綺麗に見えるので、こういった選択肢もありますよということで、今回はこちらの白のバンドカラーシャツを合わせています。無印良品で結構価格帯安く揃えることができるので、まあ、ぜひ皆さんも取り入れていただきたいなと思います。そしてニットのカラーなんですが、ライトブルーということで、ここも春らしいですね綺麗めなものを取り入れています。まあ、40代後半から50代の世代になると、少し綺麗めなアイテムを取り入れた方がバランスがいいかなと思うんですが、ニットの色でちょっと綺麗さを出してあげるというのもすごく似合いやすいので、まあ、ぜひですね差し色的なものもトライをしていただきたいなと思います。続いてボトムスなんですが、こちらはユニクロの感動パンツのダークグレーを合わせてみました。やっぱりこのボトムスというのは名作ですね。もちろんあらゆる体型の方に合うというわけではなくて、痩せ型から普通体型の方だったらハマりやすいかなと思うんですが、シルエットがすごく美しくて、まあ、イタリアのボトムスブランドインコテックスだとか PT だとか、そのあたりとですね比べても結構よくできてるなというのがこちらの感動パンツの印象なんですね。まあ、色はですね今回はブラック系を合わせるのではなくて、ちょっとですね柔らかさを感じるダークグレーを選ぶことで、ベージュともですねコントラストを強くしすぎないようなバランスをですね意識をしました。まあ、グレーの中でももうちょっと薄めのものもあるんですが、50代以降の大人世代であればちょっと濃いグレーの方がおじさん見えしないので、より合わせがしやすいかなと思います。で、足元なんですがブラックレザースニーカーということで、ちょっと引き締める形で今回は選んでみました。もちろん先ほどまで履いていた白系のレザースニーカーでも合うので、そちらで選んでもらうとより春らしい着こなしができるかなと思うんですが、さすがにですね3つのコーディネートとも全部白レザースニーカーだとつまらないので、今回はブラックレザースニーカーで引き締めるようにしています。まあ、今回の着こなしはあくまで一つの参考にしていただきたいなと思ってまして、まあ、ベージュのコートが誰にでも似合うかというと、ちょっとおじさんっぽく見えるなとか、しっくりこないなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。そういう場合はネイビーのステンカラーコートに置き換えてもらっても全く問題ありません。まあ、ネイビーのコートに対して内側ちょっとこのようなライトブルーのニットで差し色的に使ってあげるのもいいかなと思うので、そのあたりは好みでカスタマイズをしていただくといいかなと思うんですが、このようなベージュ系のコートが着れると春の明るい雰囲気も取り入れられるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね定番コーディネートの一つとして頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では50代の春の着こなし参戦というテーマでお届けをさせていただきました。僕は普段ですね、個人向けスタイリストとして活動をしているわけなんですが、結構50代のお客様も多いんですね。日々の着こなしに悩まれていまして、どんなものが似合うのかなという形で僕は相談いただくんですが、まあ、やっぱりベースの着こなしというのは定番的でベーシック、奇をてらわない着こなしですね。そしてカジュアルよりも少しきれいめな要素を取り入れた方がバランスがいいかなと思います。そして1点ずつのお洋服の値段なんですが、全身ユニクロっていうわけではなくて、ユニクロも部分的には使いつつ、ちょっと目立つ箇所にはセレクトショップのオリジナルだとかをうまくミックスしながら、素材の持つ上品さだとか全体の雰囲気ですね、このあたりを整えると結構ですね、バランスといい着こなしが実現できるかなと思います。今回ご紹介した3つのコーディネートはすごくベーシックでプレーンで使いやすいかなと思うんですね。ある意味ですね、30代後半の方とか40代の方でもベーシック志向の方だとか、ちょっと真面目な雰囲気の方には今回ご紹介した3つの着こなしはハマりやすいかなと思うんですね。ですので年代を問わずにですね、今回のコーディネート一つの参考にしながら日々の着こなしに活かしていただければなと思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか伝えきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドの知識に関してはですね、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にですね、ライブ配信も行っています。こちらの方では皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、僕が買ったアイテムなんかをですね、毎日投稿しています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。